で、配信も押すんですか。そうです、最後に配信。はい、皆さんこんばんは。奈良スポヒーローズ第1週目担当、シエルボ奈良チームでございます。本日は、こちらにですねチームの横山 GM にお越しいただいております。皆さん、よろしくお願いいたします。横山さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は、まあ、奈良県のシエルボ奈良のチームの運営のもと、皆さんに、サイクルライフについて、ご理解ご知識を増やし深めていただこうということで、本日も30分間皆さんとご一緒させていただきます。私、トミーでございます。どうぞ最後までよろしくお願いします。ではですね、今回、まあ、選手の出演はありませんが、横山 GM の方からですね、まあ最近の活動の方の報告をしていただきたいですが、まずその前に GM からファンの皆様に少しちょっと軽くご挨拶をお願いできますでしょうか。めちゃぶりですね。めちゃぶりと言いますか、まあ、よろしくお願いします。はい、こんばんは、シエルボ奈良宮田メリダサイクリングチームのゼネラルマネージャーの横山と申します。本当1年間シエルボを応援いただきましてありがとうございました。おかげさまで来季はジャパンプロツアーの方は10位以内に入りまして、シード権を得ることができました。これもひとえに皆様のご声援とご支援のおかげだと思ってます。ありがとうございました。横山さん、まだ終わってませんので、はい、まだまだ行きましょう。はいはい、では、JBCF 実業団の方の大会の報告があるということを伺ってますので、そちらの方を皆さんと皆さんにご覧に入れます。これは知多半島のクリテリウムですね。そうですね、はい。シエルボからは何名の選手が参加したんですか。今回8名の選手が多いですね。フルメンバーで、あ、フルメンバーで、はい、参加しました。やはり、まあ、最後のレースも近づいているということで、もうポイントのために皆さん総出で行くという形ですかね。はい、はい、まあ、J プロツアー登録の全チームがですね、はい、ほぼ出揃ったという大会でございました。クリテリウムということは、今回は1周が何キロぐらいだったんですかね。大体、3.5 キロぐらいの周回ですね。なるほど、はい、これがスタート。天候は、曇りっていう形でしょうか。そうですね、曇りで、コンディション的には絶好のコンディションですよね。なるほど、はい、もう早速直後からアタックが始まってますね。アタックということは、これが逃げている選手ですね。そうですね、アタックガスですね。これ奈良の選手が、これは豊田選手ですね。豊田選手、はあはあ、それで、あ、やはりまあ逃げは決まらないということですが、かなりこれペースが速い。そうですね、ですね、例年よりも4周ほどもう一列棒状でレースは推移しましたね。今これはちょっと集団が分かれたという形ですかね。はい、これが逃げが決まった瞬間ですね。これが決まった瞬間ですか。はい、6周目、はい、10名の逃げが形成、はい、まあ、これがかなり強力なメンバーで、はい、各チームのエースや、司令塔役の選手がほとんど入ってしまったという状況ですね。奈良の選手は入ってますか。残念ながらここに乗れませんでした。乗れなかった。なるほど。ブリッツェンの阿部選手、まあ、逃げの阿部選手ですね。やっぱ当然ここで逃げに乗せてないシエルボとしたら追わなければいけない、ね、ければならないと、はい、30秒ついたわけですね。まあ、そうですね。この会場は起伏は激しいんでしょうか。まあ、多少のアップダウンはありますけども、はい、フラット部分がかなり長いので、例年、まあ、一昨年と逃げはできましたけども、はい、最後はゴールスプリントになった経緯がありますね。で、今が45秒開きましたね。そうですね、まあ、逃げに乗せてなかったのがシエルボと、愛三工業、地元の愛三ですね、はい、まあ、エカーズという面々でしたので、当然ここは、ね、協調体制で追わなきゃいけないというシーンですね。なるほど。
やはり周回を重ねていくとドロップアウトしていく選手がいるということですね。そうですね。ただやっぱり島野の入部選手ですとか、奈良県の出身の入部さんですね、はい、右京の久保木選手ですね、和歌山の、はい、これの近畿で強いですね。そうですね。これのスピードバーが乗って、なるほど、はい、うまいことローテも回って、逆にメイン集団より速いペースで周回をね重ねたという形だと思います、ね、ということは、結局2周残ったとしても35秒以上ついたと。あ、そうですね、はい、33秒、かなり協調体制が取れた方がいいですね、これは。あ、そうですね、8名のまま最終周回、はい、まあ、愛三工業なんか昨年もですね、同じような展開で追走をコントロールして最後追いついたという、まあ、経験則もあったと思うんですけども、今回はもう逃げたメンバーが強すぎたと。そうですね、はい、もうメンバーから見るとそうそうたるメンバーが入ってますんで、 あ、阿部選手がスプリントをしてそのまま優勝ですか。そうですね。おお、逃げの阿部選手そのまま逃げ切ったということですね、はい、でこれがメインの集団。メイン集団ですね。まあ、フラビオ選手の21位が、まあ、チームとしては最高の結果となってしまいました、ね、はい、まあ、シエルゴナナの選手も、まあ、表彰台皆さん目指してますんで、まあ、これからの活躍を期待ですけれども、まあ、一応その J プロツアーの中のですね、P1 という一番上のカテゴリーには残れると、はい、いけるということですね。それはもう大丈夫なんですね。あ、もうこれも確定しましたので、ということはやはりこれからも来季に向けても、まあ、活躍が期待できるというわけですね。まあ、ただ今季まだツールド沖縄という、そうですね、はい、国際レースが残ってますので、210キロ、ツールド沖縄 UCI、はい、カテゴリーですね、はい、そのレースはこの日曜日、そうですね、沖縄で開催されるということで、はい、横山さんは行かれたことありますか。あ、昨年、はい、行きましたけど、210キロどうでした。長いですか。長いですね。長い、わかりました。はい、それでですね、まあ、はい、本日はそのレースに参加するシエルゴナナの選手とちょっと電話で、はい、お話をして現地の情報欲しいと思いますね。ちょっと今からお電話させてもらいます。はい、今はこういった類で簡単に通信できますから、本当すごいもんです。皆さん少々お待ちください。マイクはこれ何番でしたっけか。聞こえますか。もしもし、小渡です。聞こえてます。あ、小渡さんですか。はい、小渡です。はい、こちら今ですね、シエルボなら今ユーストリーム放送中でして、はい、はい、現地から情報をいただきたくですね、お電話させてもらいました。はい、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 今はですね、はい、今日の午前中に関西フラビオ選手と山下選手と3人でこちらに来まして、はい、今はザンパ岬のザンパロイヤルホテルにから電話しています。あ、もう、小谷さんたち選手は、いつ現地入りされたんですか。今日の昼頃ですね。あ、今日ですか。天候はどうですか。はい、天候はすごい天気良くて、はい、山下選手と2時間ほど練習行ってきたんですけど、はい、すごい天気良くて、まあ、ちょっと風が強かったんですけど、はい、過ごしやすい気温で、かなり有意義に過ごせてるわけですね。そうですね、すごい、ホテルもビーチのそばなんで、なるほど、なるほど。ということは、はい、
レース本番は日曜日ですからまだまだトレーニングというわけですね。そうですね、やっぱりその気温、気候も違うのでその辺をちょっと走りながら日曜日に向けて調整していくっていう感じですかね。ありがとうございます。今隣にですね、はい、GM いらっしゃいますのでちょっとカツを入れてもらおうと思いますので、はい、ちょっと変わります。横山さん、はい、お願いします。はい、あ、どうも、ご苦労さんです。あ、はい、お疲れ様です。まあ、今回小渡選手が監督役で沖縄差配することになりまして、はい、出場選手は、山下、フラビオ、若杉、西澤、大永の5選手なんですけども、はい、まあ、監督役として誰に一番、はい、期待しているでしょうか。そうですね、もちろん山下、フラビオ、ロー選手の実力は皆さんご存知だと思うんですけども、はい、今年はやっぱり社会人になってからの若杉のすごいその走りがすごい良くなっているので、沖縄ペースでどこまで通用するのかなっていうのを個人的には注目してます。若手の台頭というわけですね。ですね、若杉選手、はい、フルタイムで働き出してるんですけども、はい、すごいタフなレースでも結果を残してきてるんで、その集大成みたいな感じで沖縄で頑張ってほしいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、山下選手は今、はい、どちらにいらっしゃいますか。近くにいらっしゃいますか。あ、横にいてるんで、はい、ちょっと出演お願いしていいですか。あ、はい、山下に変わります。はい、もしもし、もしもし、山下さん、お疲れのとこすいません。あ、お疲れ様です。はい、どうですか、沖縄入りされましてかなり気候も暖かいんじゃないかと思いますが。あ、ほぼ紅葉も出始め、結構寒い気温になってきてたんで、はい、まあちょっとそれも心配だったので、横山 GM から、まあ、その沖縄に早く入って、まあ、暖かい気候にまず慣れなさいと、まずそこからが、まあ、レース、長距離のレースになるんで、まあ、しっかりとコンディション整えられるように環境を作ってもらったんで、はい、嬉しいですね。頑張りたいところです。まあ、かなりサポート体制、今回充実しているという伺ってよろしいんですかね、ということは。そうですね、スポンサーの大和さん様から、はい、まあ、そうやってスポンサーを受けさせてもらって、まあ、こうやっていい環境を作ってもらって、まあ、しっかりと結果を残せるように頑張りたいと思ってます。心強いお言葉ありがとうございます。日曜日にレースということで、ツールド沖縄はかなりスタートが早いって聞いてるんですけども、そういったコンディション作りも大事ですよね。そうですね、距離が長いので、まあ朝ちょっとね多めに食べないといけないんですけども、まあ無理な場合はまあ前日にしっかりと食べるっていう、まあ、私ともしもし、少しちょっと音声が途切れてます。ああ、来ました来ました。もしもし、聞こえますか。はい、ああ、すいませんすいません。まあかなり朝が早いということで、コンディション作り、また選手は食べることも仕事ですから、そちらの方も気をつけてコンディション調整お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。フラビオさんいますか、どうぞ。フラビオ、もちもち、フラビオです。はい、フラビオさん、 How are you doing now? フラビオさん、はい、はい、How is your condition? My condition is good.
Good. Mm. Yes. Mm. What did you do today? Today I take relax. Oh. Today, relax. Tomorrow and day after tomorrow, we have hard training. Mm. And concentration for entering Okinawa with best condition. わかりました。ベストで臨んでください。OK, thank you. And, Flavio? Flavio? Yes? Mm. Please get UCI point. Of course. Of course, もちろんと。まあ、彼は UCI ポイント、UCI のレースですから、国際自転車競技連合のレースですので、ポイントを取ると、かなりいい成績を残すと、宣言してくれてます。楽しみだと思います。フラビオ、サンキュー。キュー。はい、サンキュー。では、まあ、Thank you. Thank you. はい。で、まあ、ということで、沖縄との連絡出演ありがとうございました。フラビオサンキュー。はい、ありがとうございます。ということで横山さん、これは我々も期待していいと思います。であることを願いたいですね。はい、まあ、私も現地入りしまして、いろいろまた取材させてもらいますので、選手の直の情報をまた皆さんにお伝えできればと思います。それでですね、あとシエルボ奈良がですね、やはり奈良の地域の自転車チームということでですね、お話を伺うには、地元の小学校にて、そうですね、自転車教室をなさったと思うんですけども、奈良市が主催します、はい、トップスポーツシティ奈良という、まあ、企画で、はい、バスケットのバンビシャス奈良さん、サッカーの奈良クラブさんと、共に3チームでですね、奈良市の小学校を巡回しまして、はい、スクールを行うという企画なんですけども、それはいつ行われたんですかね。10月の30日ですね。はい、ちょうど2週間ほど前ですね。1週間前、はい、その模様を今日横山さんからお持ちいただいているので、ちょっと皆さんにも、ご覧に入れようと思います。こちらは、今回はどちらの小学校に通われますか。奈良市立佐保台小学校ですね。で、これは選手は何名、選手は山下選手、小渡選手、はい、フラビオ選手の3名が、はい、小学校訪問しまして、まあ、自転車競技の、まあ、説明からですね、はい、まあ、まずはシエルボ奈良が何なんだと、まあ、地元の理解をですね。そうですね、まあ、そこから初めて、北海道や、はい、ジャパンプロツアーの映像を見てもらって、うんうん、ロードレースというのはこういうもんだというとこから入りまして、で実際、まあ、ロードバイクをね、はい、小学校に持ち込みまして、児童さんの前で3本ローラーの、ね、ー実演とか、うんうん、あとはまあ実際子ども用のロードバイクですね、はい、これ乗ってもらって、体験してもらうと、まあ、そういう企画ですね。はい、シエルボーにとってはこれは今回初めてですか。そうですね、今回、サッカーやバスケットは昨年からやられていると思うんですけども、はい、シェルボーとしては今回初めて、3名の選手って今お話ありましたけども、はい、小渡選手、はい、フラビオ選手、はい、そして山下選手、はい、沖縄に行ったそのままの、はい、あ、そうですね、たまたまそうなんです。なるほど。で、まあ、やはり小学生の方たちにこうレースのお話もしながら、また自転車の安全面についてもそういった、啓蒙活動というのもやはりされたんですかね。はい、はい、近頃ですね、こう自転車による交通事故を多く世間に騒がれてますけれども、はい、まあ、ある地域では自転車乗らない方がいいよと小中学生に話した地域も奈良県外ですよ、まあですね、あったようなんですけれども、やはり手軽で、非常に乗りやすい乗り物ですから、まあ
こういった啓蒙活動をするにすることでですね、自転車というのを正しく乗れば安全であると、そして、使い勝手がいいということをやはりもっと理解していただいて、やはり安全が最も大事ですので、そういったプロのプロといいますか、シエルボの選手たちによってですね、地域に根ざした啓蒙活動というのは非常に大事なことだと思いますし、あ、そうですね、はい、はい、これからも続けていっていただきたいと思います。はい、今回は佐保台小学校だったんですけども、はい、次回計画されているところはあるんでしょうか。1月に、はい、月ヶ瀬小学校で、はい、奈良市の月ヶ瀬ですね。あ、そうです、ちょっと山の方ですね。まあ、山の中ですね。あ、はい、月ヶ瀬温泉のある、あ、はい、梅林梅のあるところですね。そうです、そうです、はい、ちょっとまだ梅は早いかなというところですけれども、はい、まだただ環境はね、はい、市内の小学校に比べてかなりいいので、はいはい、また市内の小学校とは違ったね、はい、教室の取り組み方というのができると思うんですけども、はい、ありがとうございます。そういった啓蒙活動というのも、シエルボの地域に根ざしたチーム の, 大事な使命だと思いますの で, そうです、ね、これからも、はい、ぜひ続けていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでですね、横山さん、今日の、はい、大事なお話といいますか、はい、ちょっと一つお話しいただきたいのが、はい、もちろんまだ沖縄は残っております、はい、沖縄は残っておりますが、沖縄も大きなレースですし、我々が目標としているチームだ、レースだと思うんですけれども、はい、少しですね、こう、はい、やはりもうだんだんロードレースもオフに近づいていっているというところで、いわゆるストーブリーグですね。そうですね、はい、少し、GM からお伝えできうる内容を少しこう覗かしてほしいというわけなんですけれども、何かありますか。まあ、ちょっと契約の関係でね、はい、明言できない部分も多々あるんですけど、いろいろ動きがあるわけですね。そうですね、はい、なるほど。まあ、ただ、沖縄行ってるメンバーですね、はい、まあ、来季はほぼ残りますので、はいはい、まあ、沖縄のメンバー中心に、はい、さらに強化を、はい、うん、考えております。期待してますし、はい、今目の前でユーストリームご覧になっている方々も、はい、とても期待していると思いますんで、はい、まあ、次回の放送ではある程度公表できると思います。なるほど皆さん期待しておいてください、はい、今 GM からこういうお話がありましたので、はい、期待しておいてください、はい、それで、沖縄の話にまた戻るんですけれども、はい、沖縄といいますと2回ほどですね、福川ダム、そうです、フンガダムですね、はいはい、そこで、やはり、レース動くところあると思うんですけれども、はい、横山さんから見ましてですね、はい、前回行かれたということで、はい、今回のキーになるような箇所は実際どこだとお考えになられますか。やはり、1回目の福川ダムの前ですね、うんうんうん、昨年もそうですけどアタック合戦で、はい、20名から30名のエスケープグループができて、はい、それがゴールまで行ってしまったと、レースをメイクしていくと、はい、いう形ですね。昨年西澤選手が、はい、その追走に乗ったんですけども、はい、残念ながら福川ダムで力尽きて、あ、2回目ですか。1回目です。1回目ですか。まあ、大中選手は完走したんですけども、はい、完走はしましたけどタイムアウトで、なるほど、分かりました。でいうことはですね、はい、今回は、それを踏まえてですね、いい結果になるように期待してるんですけども、はい、電話でですね、先ほど、はい、ご出演いただきましたけれども、フラビオ選手は確か沖縄は今年初めてです。あ、そうですね、沖縄は今年が初めてで、はいはい、で、ヨーロッパの選手ですし、はい、こういった長距離の中彼は UCI ポイントをゲットするよと皆さんに約束みたいにこう言ってくれたわけですから、
私もとても期待します、はい、ただ自転車レースロードレースは、まあ個人競技であって団体競技であるというわけですから、いろいろな選手の動き目が離せません。で例えば、今回、マネージャーとして、行かれるという小渡選手なんですけども、はいはい、確か北海道ツールド北海道の時の小渡選手、はい、私も見てたんですけども、やはりその選手自転車のロードレースはその、まあ、アシスト役っていうのもありますしエースっていうのもありますけども、まあ、小渡さん選手のそのアシストっぷり私非常に見ててですね、はい、まあ、献身的というか、確か彼は第一ステージで、まあ、リタイアしました、ね、ただそのリタイアの裏には彼がいかに他の選手をサポートしたのかっていうのが私すごく評価できると思うんです。はい、ありがとうございます。はい、いえいえ。ですから今回小渡選手マネージャーとして行かれるというわけですけれども、はい、まあ違った目線からもですね、はい、まあ、選手でも、まあ、現在選手でもいらっしゃるわけですので、はい、素晴らしいサポートにより、まあシエルボナラのいい結果っていうのを非常に期待してます。あ、そうですね。はい。はい、それであとは。楽しみなのが、今回ツールド沖縄初めての選手は、まあ、フラビオ選手、はい、若杉選手ですね、はい、まあ、西澤尾長選手は昨年も走ってますので、はいはい、でそうですね、小渡さん、小渡選手の方からも、はい、若杉選手の注目というのをお話になってたんですけれども、はい、若杉選手は確か北海道も、まあ、北海道も感想は、はい、してますね。ということは少し、まあ、シエルボならの秘密兵器といいますか、はい、そういった期待をさせてもらっていいんでしょうか。まあそうですね。いや、私は本気で考えちゃう、はい、考えますよ、まあ、本当に、はい、まあ、右京からね、はい、移籍してきて、はい、本当この1年間で、まあ、一番伸びた選手だと思うんですよね。わ、はい、かりました。ということは、まあ若杉選手もですし他の選手も含めて、はい、まあ、沖縄で集大成、今年の集大成を一つ、ね、はい、見せてほしいと思います、はい、私もまあ現地に行きますし、他にサポーターさんの、ね、シェルブのサポーターさんの方も行かれたら、ぜひロードレースはですね現地で見ないと本当の素晴らしさっていうのがやっぱり分かりにくいところあると思いますので、はい、今日ご覧の方で、まあ、ちょっと沖縄遠方ですけれども、まあ行かれる方はぜひ現地で観戦していただければと思います。で今回 GM は奈良の方で、はい、彼らの状況を見守ると、はい、まあ、ちょっといろいろ雑務も考えてまして、まあ、来期に向けたいろいろな、はい、そうですね、動きもあると思いますので、はい、留守番の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私金曜日に現地入りしまして、はい、状況をしっかり見てきますので、はいはい、まあ、成績残したら、はい、バッと、はい、わかりました。私の方で何かと考えますので、はい、はい、まずはいい成績、もちろんあと選手がですね、はい、故障しないということがもう一番大事だと思いますので、はい、それを願いつつ、はい、まあ、もちろんいい結果、はい、期待しておりますので、はいはい、ありがとうございます、はいはい、で、皆さん、あっという間に30分、もう時間ですよね。あっという間に30分なんですけれども、はい、まあJプロツアー実業団の方も、まあ、もうレース全部終わったんですか。あ、そうですね、一番上のプロツアーカテゴリーはもう、まあ、終わりましたね、はい、終わりました、はい、だんだん、肌寒くなってきまして、もう寒いんですよね実際、肌寒くなってきて、まあ、ストーブリーグの時期になってきますけれども、まだ、ツールド沖縄、レース熱い熱いレースが待ってますので、皆さん、最後までシエルボナラの応援よろしくお願いします。GM 今日はご出演本当にありがとうございました。いえいえ、もう不慣れなもんで申し訳ないです。いえいえいえ、はい、またご出演お待ちしておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします、はいはい、皆さん、本日30分どうもありがとうございました。ではまた来月、ツールド沖縄のいい成績を皆さんにお伝えできることを願いつつ、本日これにて、終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。